ソ連の作曲家、アルフレート・シュニトケが1983年に作曲した公共曲第四番は、テノール、カウンター・テナー、合唱とオーケストラのために書かれた合唱公共曲である。作品は1984年4月12日にモスクワで上演された。1980年、ウィーンに滞在していたシュニトケは、キリスト教を受け入れて、洗礼を受けることを決意したが、 どの教会に入ろうか迷っていた。彼の父親はユダヤ人として生まれたが無神論者であり、両親は共産主義に傾倒していた。彼はカトリックに惹かれていたが、ロシア人としてはロシア正教に移る方がふさわしいのではないかと考えていた。シュニトケはカトリックの洗礼を受けることにしたが、その後、年に2回、モスクワのアパートを訪れるロシア正教の神父に、 告白をした。公共曲第4番は、主にトケの宗教的ジレンマを反映した作品である。この公共曲は、ローマカトリック教会の伝統的なロザリオの15の秘劇に基づいており、母、マリアの目を通して、イエスの生涯をたどるものである。公共曲の一学章を構成する22の変装の中で、主にトケは、イエス・キリストの受難の規範に沿って、 キリストの生涯における決定的な瞬間を描き、公共曲第2番のように描かれている内容について詳細な音楽的解説を行っている。アレクサンダー・イワシュキンは、この公共曲がパリで初演された時、シュニトケはヨーロッパ的な正確な演奏におおむね満足した。しかし、彼はこの曲をロシアの合唱団で歌うべきだと考えていた。西洋の演奏は、 素晴らしいかもしれないが、宗教的な感覚を極限まで高めた、ロシア的な強さにはどうしても欠けてしまう。と述べた。テノール、カウンターテナー、混声合唱、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、クロッケンシュピール、ビブラフォン、チューブラベル、ゴング、タムタム、チェレスタ、チェンバロ、ピアノ、 原楽合奏公共曲は22のバリエーションによる単一楽章で書かれ、演奏時間は約45分。ロナルド・ワイツマンは、シュニトケの公共曲第4番の形式は十字架上で、あると同時に球場でもあると述べている。イワン・ウーディは、この作曲家は音楽的には、聖教会、カトリック、プロテスタントというキリスト教の3つの主要な柱を用いているが、 その根底には、シナゴーグの成果を表す3本の半音感覚のモチーフがあり、これはキリスト教の源流であるユダヤ教を象徴している。その結果、主にトケは、ズナメニとグレゴリオ成果、ルター派のコラールとシナゴーグカンティレーションの要素を、高密度のポリフォニックなオーケストラテクスチャーの中で調和させようとしていると書いている。テノールとカウンターテナーも、 公共曲の2箇所で言葉を使わずに歌う。フィナーレでは4つのタイプの教会音楽がすべて対比的に使用され、4部構成の合唱団がアベマリアを歌うため言葉は省かれる。合唱団はアベマリアをロシア語で歌うかラテン語で歌うかを選ぶことができる。シュニトケの電気作家であるアレクサンドル・イバシュキンはこれらの異なるタイプの音楽を使用するプログラム上の意図は 人類の統一、様々な信念の表現の統合と調和という考えを作曲者が主張していることにあると書いている。ありがとうございます。